て出演しかないじゃないですか。貴様シリーズっていう説明したの。流星じゃ、流星やってきたら不信感もしてるけど。そう分かってたね、むしろ。あのシリーズでちょっと公式紹介をするという動画集をちょっと撮ろうと思って。なんか短時間で終わるから非常に僕はいいと思うんですよ。で、そこに一応誰か言ってくれるやつを探してみる。一人二人もいいじゃないですか。一人二人もいいじゃないですか。いや、それはちょっとけんそいい。対決とかのこと考えたらあるけど、その誰かノブの方やってほしい。MG で KV なんやけど、V ってそうなっちゃうだから、早くなれば。まあちょっと、やっぱり罰ゲーム的要素でしかない。傾向が大きいんだけど。それやったらもう、たぶん1から7個まで全部終わりきってるから。そうなるか。え ?MG と KV なんやけど。7回もやらないといけないもんね。いや、今回のやつからね。だってそんな急に打ったルールがいきなり全部全敵というほどの横暴ではない。じゃあ第9項から、うん、第9項からですね。いや8項からですね。知ってるじゃないですか。あ、いやってまだこれは僕は結構知らないですから。イメージで分かると思うけど、車とか知ってるやつに対して車とかでも速度が速い。まあ一番行きましょう。まあこのシークエンスの問題なんか慣れてへんやろ。わーってなる。まあこれはちょっと逆にしんどかったんちゃうかなと思います。で、ただまあ図形と方程式、つまり1番の敵も多分すごい悪いんじゃないかという印象が強いじゃないですか。で、3番の領域図紙、藤井君できたわ。できてないか、そうか。劉兵は最初はさ、OK、じゃあとりあえずやっていきましょうか。第1問ですね。2つ円があると、まあ、ちょっと要領よく解かないと上手に解けませんが、はい、一応交点 AB の座標、これは連立方程式を解くだけです。上がってるできた。はい、グッとグッとグラフにしたら、例えばはい、よろしいです。これまあどっちが A とかどっちが B とかきっちり指定されてないけど、まあ、それはどっちでも大丈夫ですので、まあ、好きな方で好きな B 方 B としてください。僕はまあ A でしょう。で、ちなみにもうこの問題を解いてしまったら、この2つの円という設定はどうでもよくなります。つまり点 A と点 B っていうのを取って、円 C の中心の軌跡を作図し、まあ、その円とのお付き合いをしていく問題です。はい、まあ、1番間違うたら、まあ、試験2人とも、それは免れましたね。セリフ1つ減りましたね。で、この条件の時っていうのは、はい、じゃあどっちか、一番悪いやつが貴様っていうのは回避するためには全員に同じ点を取るという作戦は有効かというと、その場合は全員最下位ですよね。全員で言っていいじゃない。ただまあそういうリスクが分散するので、まあ、そういうことになるわけです。はい、で流星君、じゃあ2番いきましょう。 AB を通る円の円を C とする、 C の中心 P の軌跡を出すの、まあ、ちなみに C の中心 P は必ずどこにあるかを答えろってことですが、どんなところにあるか機械的に分かるか。 AB、線の AB の C の軌跡。はい、見えなかった。はい、タコト分かった？見えなかったか。まあ、別に見えなくても普通の軌跡問題としてこいつは解くことはできますよ。だから、まあ、2番の問題はまあ単純に B1 にはい、A30 と、まあ、いうところで取っていただいて、空気じゃなくて水やったら、それでもビビったら、まあ、とりあえず何ができるかって言ったら、ここで書くしかできないので、なので外で見れるじゃあまずで、まあ当然幾何的な考察をすれば、これ一つの円の状況を書いてるんだけど、質量がこれだ。まあ、お前らが調べなあかん奇跡。つまり当然この点 AB を通過する円は大量にあるわけです、まあ、その中で必ず中心がどういう図形上にあるかを答えるっていうのが、まあ、奇跡問題。藤井君とりあえずこいつは XY と置きましたが、はい、で結局円の条件っていうのは距離の条件から、 V は
個が等しいって言ってしまったらいいわけですよ。そしたら、まあ、必ず、ね、あの演習、ね、P を中心として、まあ、同じ演習場に B があるっていうんです、ね、まあ、この条件が成立したらいいな。だからとりあえず奇跡問題として純粋に解くなら当然こう置くと。じゃあ P が満たす性質はどんなものかと。 AP イコール BP を満たすと。さあだかさあだかちょっといい、あのちょっとキリいいとこ行ったらちょっとこっちの音はもうぴったりがまだ終わってないからよろしく頼むぞ。はい、だからまあこうやって、ね、あの方程式が立ちますね。はい、だからこれ二乗して XY について整理整頓する。藤井君できたのか。ここまでいった。OK、正常したじゃないか。まあいいですよ。これ結果として見ればね、垂直二等分線になりますと、まあ、いうことは、まあ、竜兵の言う通りでございまして、ね、まあ、その結果得られる答えっていうのが、まあ、Y イコール整理整頓したら困難になり、求める軌跡は直線 Y イコール X-1 である。ここまでいい申し訳ねえだろ。結局こいつのメインで難しいのはカッコ3番ですわ。はい、機械的に上手に解けと、まあ、いう話で、これずっと俺よくやってるよな。円と直線ネタです。はい、図形的性質、はい、リモコーテーションで利用して解けと。とりあえず俺の書く解法が、まあ、ベストかどうかそんなのは分からん。ただまあこういった風に座標座標して解けないな、まあいうことを認識することと、円と直線のテーマで結構使われる公式が、ね、点と直線の距離公式、中心から直線に垂線を下ろして、まあ、こいつを利用して解くっていうことは結構多いですね。はい、点と直線の距離公式を知らんやつを確実に出演させる。優勢してるな。はい、よし、角度してるな。しゃあねえってなやな。勘弁してる。これちょっと美味しいと思ってるやん。あんまりメリットは感じない。全くないと思う。出演室やから大丈夫か。昨日の探偵ナイトスクープに出てた。見てないです。見てないです。くしゃみをかけられて興奮するとか言って相変わらずっすね、あの番組。女の子、いや、ここまで行くとこいついじめられるだろって思ってた。一回普通の女の子なんですよ。 V が澤部のくしゃみ顔面で受け止めるということをやってる。射撃場があるようなことなのかな。結構放送したいなと思った。ブーメランパンツこうなしてブーメランになるのかみたいな気がしてる。まあとりあえずアホやな。夜更かしにも同じぐらいアホやな。いや、夜更かしがホスそうか。はい、まあとりあえず A の接線、B の接線に行くと。で、まあその交点を P としてさっき出したわけやけど、今、こいつが必ずある直線上にいるっていうのは僕は先ほど証明していますし、君たちも求めてますよね。はい、まずここの点 Q、 はい、まあこちらっていうのはね、ABQ の面積がって書いてる、まあ、ここぐらいまで行ってほしいんですが、ここの面積が、まあ、8になるように言われてて、例えば底辺×高さ、おいっす、いいよ、北見君、ここの後ろの方な。前も風邪ひいてんの、風邪ひいてんの、マスク。
はい、2ルートなんだよ。これは分かる。これの D の。だから、面積8いうことは、下に落ちる。当然、高さが。例えば、だから風船とか置いても、この話はできない。だから、条件でちゃんと。はい、で、まあ、当然そうすると、まあ、こちらの高さ、まあ、底辺かける高さあるのから出してやるとルート2 OK。 ちょっと足立君とあんま時間ないから面積8なんでこんな感じ、特にいい申し立てはないと思います。はい、でとりあえず、例えば僕の書いた絵から点 Q を出せたかどうか、うん、何か一つが分かったら解けるんですが、まあ、さっきの問題からですね、まあ、考えると、まあ、ここの直線上にいるっていう条件は、まあ、まあ重要になってくるやろうなということなんかはまあ予測できますし、で今とりあえず中心ってどこにいんねんって言われたら、まあ、ここのこの辺ライン上にいることは、まあ、先ほど確定しておるわけでございますけれども、はい、まあ、僕は当たり前のように引いてますが接線引きました。でこれがさっき求めた y イコール x-1 乗にあるっていうのは流線でいる、これ別に証明とかいらないですけど、はい、でまあとりあえずじゃこの点 Q の座標はこの直線上に仮にいるというふうにちゃんと言えてたら、これ TT-1 とか設定できます。それであとこの直線 AB の方程式は通る2点が分かっているわけですから、まあ、マイナス2、マイナス X、 これちなみに直線の方程式出したらこういうふうに書けます。つまり x たす y 引く3イコール0と書けるんですね。でその結果が、これとこれで点と直線の距離公式をまあ使いますね。そうしたら、まあ、これがルート1の2乗足す1の2乗で絶対値 t 足す t-1-3 という形で点と直線の距離が出て、こいつがイコール4ルート2であるという式が立つ。つまりこの方程式を解けば点 Q の座標がこの高さが4ルート2の状況において分かります。だから、まあ、これを解くとね、今日ほんまにちょっと体力がなくて、もういらんことあんまり言えへんから、まあ、ちょっと流星頑張れよ。ボケたんで、これ。ボケたんで、そう。難しい感じ。無茶ぶり。もう無茶ぶりぐらいしかできへん。元気なんですね。あ、たまに。ぼーっとしとんねんよ、ほんまに終始。はい、まあ、マイナス6と2、つまり今回該当する状況はね、実は2つ作れるので、はい、でこの問題何を求めるのか、それをもう一回検討しておきましょうか。今俺らが欲しいのはとりあえずここの点というよりは当然ここの点です。で今中心と半径っていう円の方程式に必要なファクターをまあ知りたいと、まあ、いうことなんですよね。で例えば、まあ、こっちのケースでやってみようか一回な。t イコールマイナス2の時、こんだけタンジェント考えてるとこっちよりに、ね、まあちょっと考えてみますね。まあちょっと正確に座標を取りながらやっていきましょう。まあ円図をね綺麗に書くコツの一つは、まあ、円先に書けやっていうのはまあありますよね。で、中心が傾き1の直線上にやっとあるy イコール x 引く1、うん、で、はい、でどっか1、2とか、まあ、適当に接線を引いたところ、まあ、マイナス2、マイナス3がこんな感じで、よいしょ、
まあこの二直線はこのような形になりますね。四角は、はい、というわけで、まあ、じゃあ、まあ、答えどうやって出すかね。この中心の位置やもうリーチです。ほぼできてます。次四角よし、こうやる。これは諦めたんだよな。トップさんそうなるかもしれない。無理だ、これは諦めが多すぎて。はい、小林さん、今日妹さんって来るよな。まさか君も風邪気味ですか。相変わらずやな。はい、で、まあこうなると流星、ここの位置どうやって出す。点と直線の距離、それでは出ませんな。はい、これや。あ、引きたい、そこに置いてあげてくれ。でも、まあ、第8回ってやってないよ。OK、分かった。ここあまりにカオスになっているからおすすめできひんけど、とりあえずここ使ってもらっていいかな。いける。このマックが出ます。はい、わかる。まあ、つまり、わかるかな。ここの方線を引っ張るんですね。で、通る一点分かるし、ここの直線2辺2つも、まあ言うたら傾き分かった方がいいですから、まあきっちり出せるわけでしょ。つまり、通る2点が分かる直線の方程式なんざ、お前らからしたら朝飯前や。ちゃんと計算で出してください。まあそうすると、まあこれ傾きちゃんと調べておくとこう。で、これは傾きちゃんと調べておくとこう。な感じになる。ので、ね。はい。つまりこいつの傾きは当然マイナス5分の3、こいつの傾きはマイナス3分の5ですね。はい、だからこっちの直線の方程式は、まあ、ちゃんと傾きから調べて計算した結果やで。これみんな出せるで。通る1点が分かっているわけですから。垂直条件から不思議と傾き出したらできるでしょ。うん、なお前ら天才やろな、流星天才やろ。はい、うん、そうやな。はい、知ってたで。お前にできないことなんて何もないです。毎日精進料理で生きてるお前のパワーは伊達じゃねえということです。おい、中心こんな感じです。ここでこれでさ、崩しても回通する。ここ求めて、あとは上手にうまく遂げるかですね。っていうのも、まあ、僕の解放がベストではないかもしれない。座標を置いてこの辺相似な三角形とかそういう平面幾何の解放も、まあ、利用可能な状況だと思います。だから柔軟に行かないといけないんですよ。特に円と直線とテーマっていうのはそういうことになります。で、今回あとは半径どうしたらいいの、ここ剥がったらええんけど、まあ、いうことで上がってください、ね。まあ、そうするとね、これは R イコール2ルート2分の17やからルート17か、まあ、ちょっともうめんどくさいからこのまま書いておこう。これが半径 R になります。これは2点間の距離から分かります。まあその結果、まだしたらうまくいきますね。x-4 分の9の2乗。はい、足す y-4 分の5の2乗。イコール、まあ8分の17と、まあいうように出ますね。はい、OK。とりあえず、ちょっと、せっかくなんで、これの t イコール6のケース、今自分で出してみる。体感する方が早い。答え渡したんやろ。